兄弟で違った形で上に上り詰めて、二人が同じだったら面白くないと思うんで、せっかく二人いけるんで。まあ、K1 一体木村兄弟ジェミキングスって言われるような選手になることです。僕たち三兄弟なんですけど、まあ、三兄弟のと僕のお兄ちゃんがいてて、お兄ちゃんがあの町の空手教室に入って、でその送り迎えで僕とまさしが、まあ、ちっちゃかったんで、あの親について送り迎えに行ってて、まあ、その流れでまあやってみるかみたいな感じで気づいたら始めてたっていう感じです。多分ほぼ同時ぐらいでも、どうやろう、若干周平の方が早かったと思います。まだまさし多分3歳とか物心ついてなかったです空手の道場から次キックボクシングの試合は小学校ぐらいから出てました。本格的にキックボクシングに移り出したのが中学生、僕は中2とかそれぐらいだったと思います。空手ってやっぱり中学生ぐらいになると、あのみんな部活動を始めたりとか、まあ、ちょっとこうキラキラした方が、みんなキラキラした方に行くというか、中学生なんてみんな辞めていくんで、まあ、僕たちもその流れでもう練習には行ってたんですけど、もう指導員で空手ではもうこう目標がなくなった時に、知り合いのキックボクシングの団体の人から、せっかくここまで頑張ったんやから、もったいないからキックボクシングで頑張らないかって声かけてもらって、でその流れでそしたら2人で始めようってなって、空手の道場の端っこで2人で練習を始めたっていう感じです。初めはその空手の道場所属でやってたんですけど、まあ、もうそこにいても2人でやるだけだったんで、もうそれだったら2人で、まあ、場所を借りて2人でやる方が、まあ、やりやすかったんで、それでいいかっていう形で、初め独立したものの、その場所が初めなくて、でそのおじいちゃんおばあちゃんが住んでる団地が公民館が空いてたんで、そこを貸してもらうってなって、いざ2人で実際行ってみたら、もう椅子も並んで会議室だったんで、でもどうしたらいいか分かんなくて、こんなところで格闘技できるような雰囲気じゃなかったんで、だけどまあやるしかなかったんで、机をおじいちゃんおばあちゃんに毎日片付けてもらって、で僕たちは走ってそこまで5キロ6キロぐらいあったんで、走って毎日行って、で親に荷物を運んでもらって、でみんなで荷物を下ろして、でまた片付けて帰るっていう流れでやってたんですけど、正直格闘技をするような場所ではなかったですね。どんな感じで、でもスパーリングとか喧嘩しながらやってましたね、2人やったんで口喧嘩しながらスパーリングしてました。誰も止めてくれる人もいてないし、見てくれる人もいてないんで、なんか練習中はなんか常に2人やって、ね、危機感というか常にピリピリしてましたね。それこそ昔の K1 の煽り映像とか公開練習とか見て、でその練習風景を真似してやったり、他の自分の、あの会長とかから追い込み練習の方法を聞いてそれ真似してやったり、で常にただがむしゃらに追い込んでるみたいな、技術練習とかは全くなくて、とりあえず追い込むみたいな練習してました。今みたいに YouTube とかが格闘技の映像、細かい映像とか技術的な映像を載ってるものがあんまりなかったんで、もう煽り映像とか DVD は家にいっぱいあったんで、それをたくさん見て、ミットしてる動画で自分たちでこうなんか組み込んでというか、それをまあ見よう見まねで真似してやってた感じです。もともとずっと K1 出たくて、で所属してる団体がムエタイルーだったのもあって、そのタイミングでちょうど僕高校卒業して、で社会人になったんですけど、やっぱ働いてて、これずっとなんか60歳ぐらいまで続けるんかなと思った時に絶対無理だなと思って、で大阪でやっててもやっぱり2人だったし、今の練習じゃ無理だなと思って、やるんだったら
もう本気で東京行って勝負したいなと思って、他のジムとかもどういうジムか見て、ここが一番合ってるなと思って、その時代表が、まあ、久保健二代表で、ね、ボクシングやってたし、その時トレーナー、タイ人のトレーナーも行ってて、であと久保優太選手行ってて、でいろいろなんかテクニックトータル的に教えてもらえるかなと思って、でここにしました。僕はまあ、どちらかというと大阪からこう東京の選手とかを倒したいっていう思いが強かったんで、そうやって一人で残ってでもやるっていう感じで行ってたんですけど、まあ、まさしの練習内容とかこう聞いたりとか、新しいものが毎日こう取り入れれるじゃないですか、このここに来て。そしたらもう、ま、ずっとまさしから連絡来て、早く上京してこいって言って、全然違うぞって言われて、だけど初めはうーんってなってたんですけど、まあ、その間にまさしは2000ぐらいクラッシュで試合をしてて、やっぱり全く別人のような姿になってたんで、まあ、がむしゃらにやるしかなかったんで、大阪で。だったらもうしっかりこう納得いく技術とか納得いく場所でやりきろうっていうのを思って、僕も上京することにはしました。全然違います。なんていうんですか、トレーナーとか言ってて、この今までやったらここで直接試合前とかもピリピリしてる時でも、トレーナー挟むこととか他の選手がいることによって、なんていうんですか、いろいろなんか聞けるし、知らないこととかもいっぱいあって聞けるし、なんていうんですかね、格闘技に集中できるっていうか、二人でなんか切磋琢磨して、なんかあこうやなみたいな感じで言い合って練習できたんで、今までと迷いながら、なんかこうどっち何が正しいか分かんないままずっと練習してるところを、なんかもう強くなる明確なラインが分かった上で練習できたんで、なんか気持ち的に全然違いましたね。やっぱり2人でこうやってると成長してるのかしてないのかも分かんなくて、第三者としてこう見てくれる、まあ、トレーナーだったり他の選手のからのこうアドバイスとか見てくれる人がやっぱりいてるんで、まあ、明確にこう自分たちがどう変わってるのかとかが分かるようになったんで、そうですね、まあ、この環境はすごい、まあ、ありがたいなっていうのは思うんですけど、今の新人君ですね、さ、みんな若い、結構若いし勢いはあると思います。チームとしては前より固まってるなっていうか、いろいろあったんで、まあ、そういうところでチームとしての力はついたなっていうか、今まで個人競技と思ってたんですけど、格闘技は一人でできないんで、まあ、そういうところは他のチームよりも、チームとして強いんじゃないかなと思います。まあ、いろんな経験もしてきたし、まあ、若い選手が多いんで、僕たちもまだ年齢的にはまだ若いんで、そんなにまあ年齢の差がないというか、まあ、僕たちが引っ張っていけばその選手たちもついてくると思うし、まあ、それが勢いになると思うんで、まあ、僕たちが活躍すればこのジムももっと勢いがつくと思うんで、まあ、秋元トレーナーは生活からというか、まあ、もう細かいところからこう基準を上げてくれるというか、まあ、格闘技に対する、まあ、その理論とかを全てこう、例えば自分の得意な動きがこうなるからこうなんだよっていうのをこう細かく教えてくれて、やっぱ人それぞれ動き方とか違うね、得意不得意あると思うんですけど、自分が強くなるための練習を教えてくれます。その一人を強くする能力がすごいなって思います。一人一人の強くできる能力、格闘技のなんかなんていうんですかね、もう本質的なところを教えてくれたっていうか、心の底から格闘技が好きにならしてくれた、まあ、より自信持って練習できるというか、面白さを教えてくれます。どういうとこでも雰囲気とかはめちゃくちゃいいと思います。なんかみんな、まあ、始めたての選手とかでもその教える人もいっぱいいるんで、一人一人に合った教え方とかもあると思うんで、始めたての人とかも全然来やすいと思います。まあ、代表の尾崎代表が、まあ、豆なんで、すごくずっと掃除をしてくれてて、まあ、ジムが綺麗っていうのが
大きいかなと思います。格闘技のジムのイメージってまあ臭い汚いとかやっぱりどうしてもその、まあ、怖いイメージとかがあると思うんですけど、まあ、ここは、まあ、綺麗だし、うん、まあ、雰囲気もいいんで、で、まあ、トレーナーとかも、ね、そのスタッフで入ってる子とかも若い勢いのある子たちがいっぱいいてるんで、まあ、フレッシュなジムで、はい、まあ、普通の人も来やすいかなっていうのは思います。個人としての目標はまず K-1 チャンピオンに行って僕たちで K-1 を次の新しい K-1 の世代を作っていくという K-1 の顔になっていくことが目標ですね。でそうすることによって結果的にジムのみんなももっと、やる気に入ると思うし、今トップに行った選手に近くで見てたら俺もそこ行きたいってみんななると思うので自然となんかジム全体が上がっていくと思うので、まあ、僕もまあ、K-1 のチャンピオンになって、まあ、K-1 を代表する選手になるっていうのは一番目標にあって、今までまあいろんな失敗もしてきたし、まあ、いろんな挫折もしたんですけど、ここからはもうしっかり勝ち上がって、はい、K-1 のまあチャンピオンになってあのチームキングスの名前を上げていきたいなって思ってます。僕はこれをずっとザマッチ前の練習で着てた T シャツなんで、まあ、結構ちょっと思い出のある T シャツなんで、これを引き取った方はパワーを送ってくるんでちょっと大事に持ってください。去年の11月ぐらいからつけてて、このバンダナをほぼ毎日練習の時に頭に巻いて使ってるんですけど、このバンダナを巻き始めてから今3連勝しててクラッシュのチャンピオンにもなることができたんで、これを、まあ、引き取っていただいた方は、まあ、運気が上がると思います。まあ、パワーのこもったバンダナなんで入札してください。